チャオ、あっちゃんです。今日、6月の12日、あっちゃんちの晩ご飯、子供に何食べたい？唐揚げっていうことで、唐揚げをします。はい。ちょっとね、なんかしんどいの。全部作っとこうか、唐揚げね。大きなの 120g もあるからな。もういいか。魚があんのよ。明日にしようか。明日にしよう。じゃあ唐揚げでいこう。手が痛くてね。しまった。だしを取らんと赤もとったね。だしを取ろう思って沸かしかけてね。まだ使わないから。だって出してるだけだから。霜降りにします。あのあれを昨日のね。太陽これをね、もうこのままいきましょう。豪快にいきましょう。昨日のね、コロダイを軽く霜降りにして、これは水につけておきます。皮頭とね、釜のとこだけはどうしても霜降りにしても入れるんで、鱗が出るんで一回ちょっとね、洗わなあかんんだけど、鱗取ったらいいんだろうね。行きましょう。霜降りにして、うわー、こういうところはね、ちょっと霜降りになったら、頭はね、ちょっとね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。おー、くると思った。鱗が取れへんな。鱗取らない意味ないからね。あんまり煮すぎて出汁出てもあかんけど。
ですよ。さっきね、ちょっとこれを使います。立てて取っていきます。これなかなかこの色硬いな。結構手間。なかなかうろこがいい。コロダイってね、うろこがいいけど、でもええ出汁が出そうな感じがするな、これ。選んところがするぞ。さばき出した時にこれ知らんかって釜とか頭そのまんま入れとったらめっちゃうろこで食べにくかったんよね。それぐらいね、お魚の素人なんかね。今はね、まあまあさばき出したりして、この動画でこれお魚はこうだよとか言うけどね、まあ、まだまだ魚の種類は名前知らんけど、それでも違う魚とかあるよ。全部入れも出しにとるわ。今回はThank you.
寒くてきたね、またね。さっき来とったんや、雨の速報が。もう降るのかなって思っとってんけど、マヨネーズ、卵のマヨネーズで、コーンペーストあるかな、もうないと思う。10センチぐらいあったらいいんだけど、10センチどころか、あ、いけるかな、こんだけでいけるかな。まあこうたるからいいんだけどね。よいしょ。で、何しようかな。しよう。しよう。小さじ1ぐらい。ほら、いけば。で、にんにく。あと、飲んでいいか、行きましょう。ちょっと油脂、足らんだら塩足そう。で、ここね、米粉。結構入れる。何本かあるの、結構入れる。で、小麦粉。1対1ぐらいでいいかな。700g の唐揚げ、飲んでいいかな。分かんないね。揚げていきましょう。
なんか弱いな。うちとはないんだけどな。この人が弱いとね、カラッと赤なんだよな。強いなこの子が天満宮にいるんだよな。タブラ見えた。この油なんかすごい良さげ。
一口やけど、うん、ラスト磯辺風と海苔塩から揚げ、磯辺揚げ風から揚げ、どうでしょうかね、海苔の香りが強かったよね、多分美味しいでしょう、これは。
話が出てるかね。話が出てたらそれでよしやけど、出てなかったら何で出てたら。すっごい足してる。もう完璧。で、剥がれちゃった。これでね、そう置いて。絶対おいしい。俺こういうね、やっぱり腹から出しを取らないとね、市販の味噌汁はもちろんおいしいよ、おいしいけど、やっぱりね、腹から取った味噌汁全然味ちゃうから、これだけは譲れへん言いながら普通に市販飲むけど、ここに今回はね、この昨日ね買ってきたこの前からなかった青さのりをかけます。これがね、前に売ってたエバグリーンでなかなかなかって、高いよね、これ。こういう500円するからね。完成です。これだけでね、いい風味が出てるんで食べましょう。